太ももやっぱなんか疲れてたみたいですね。その辺は気持ちいいです。ここの辺は気持ちいいね。ここだよね。その立ち方でやったら、はい、右足に重心ばっかりかけて立ってたりとか、あの座りシューズだったらどの辺に座ってるかとかによってもやっぱり変わってきたりしますね。なるほど。それをご自身で、どうなってるかなっていう自分の体は自分で見なきゃいけないからね。ちょっとあれ俺どう立ってるんだろう、どっち側に重心かけてること多いかなとか、はい、カバンをどっち側でかけてることが多いかなとか、ちょっとその辺をね一度ね、探して考えてみてもいいかもしれません。今まだ若いので、その若さあたりからその体はどうなんだろうっていうのを気をつけていかれると、はい、肩こりとか起こりにくくなりやすいですからね。指やっぱ疲れるんですか？指で、そう痛いよ。疲れるよ、そんなの。疲れますよ。指痛いよ。痛くても押せれますからね。痛くても押せれるんですか？そうそうそう、押せます。お尻を触っていきますが、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね、はい、なのでちょっとお尻をしっかりしていきます。で、はい、僕がわざわざ説明するということは、はい、お尻かなり痛いということですから頑張ってください、はい、では始めていきます。ここですね、痛いですね。ちょっと気持ちいいです。ちょっと気持ちいい、そう、マニアックだね。マッサージって受けられるんですか？受けない。あ、そうなんですか？マッサージ嫌い。あ、そうなんですか？マッサージにお金使うのが分かんない。あ、なるほど。私はなんで受けなきゃいけないのっていう人です。マッサージ動画も見ません。全く。なるほど、満足です。さらに言うのであれば、はい、マッサージ、この痛いのを受けに来る気持ちも分かりません。ただ来る人が皆さんおられるから、私は制限成り立ってるだけです。この動画公開する前もずっと皆さん痛がるぐらいまで強くしてほしい人ばっかりしか来てなかったんですね。あ、そうなんですか。うん、でまあ動画もあれも、まあ、誰が見るんだろうと思ってアップしてますから。まあ痛がってるのも僕見るのが好きだっていうのもありますけどね。まあ見せてあげたいよみたいな感じです。ド S だっていうことですね。お勧めします。